回僕のお弁当が発売されるとなりまして、おお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 さあ社長、YouTube の時間です。おお、なんだね、早速YouTube みたいな話だけどということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、ぜひちょっと見てもらいたいものがあって、ほうほうほう、はい、こちらです。バン、なんですかそれ。今回、僕のお弁当が発売されることになりまして、おー、おめでとうございます。今まで焼肉弁当、はい、牛タン弁当ですね、はい、であとですね、カツサンド、はい、この2つがものすごく売れてるんですよ。そうですね、めちゃくちゃ売れてて、もう全国で本当に高評価を受けたんで、はい、今回もぜひにということでですね、はい、すき焼き弁当を開発してみました。おお、すごいですね。ということで、今回このすき焼き弁当、まあ、何が違うかっていうと、はい、ここ見てください、これなんか線出てるでしょ。はい、出てますね。これ引っ張るといきなり温度がグワーッと上がって、はい、もう焼きたて出来たてのすき焼きが出来上がるんですよ。おー、すごいですね。弁当っていうのは、はい、間違いなく弱点っていうのは温度だと思ってます。なので1個目の牛タン弁当も引っ張って温度上げるやつ。はい、そうですね、はい、でしょ。やっぱりね、美味しいっていうのはね、手抜いたらあかんと。そうですね、そのコストパフォーマンスを考えて作らないといけないんですけども、実はですね、これちょっと中内緒でね見せますけど、見てこれ、うわすごいですね。最高の牛肉もびっちり詰まってるところに、この椎茸と、はい、でお野菜と、はい、これ見てください、これ何ですか。白トリュフオイルです。すごっ。もう分かってるんですよ、すき焼きってどうやって食べますか。もう卵で。そうなんです、ね、ここに卵ついてない理由があるんです。あ、そういうのないですか。弁当買ってもらったら自宅に卵1個ぐらいあるでしょ。卵は自分で買ってください。かつその卵に合うのはターゲット。今回もうふんだんにですね、はい、このトリュフオイルを 2g セットさせていただいてるんですね。容量が多いですね。すごいよ、もうこれつけたらもうほんまに新幹線なかったら、はい、ちょっと待って、これどこで買えんの。そうですね、そんなのぐらい。早速着替えてみますけど、はい、これね、ちゃんと本当は帯ついてるんですよ。僕の顔バタンと乗ってる感じなんですけど、サンプルなんですよ、これ。いきます、よっ。何にも言えへん。何も言わない。あ、あ、なんかプツプツ音いってますね。なんか出てきた。お、すごい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 。え、なんか出てない？めっちゃ湯気出てますね。出てますね。おお。本間は巻いてるやつがこれ押さえてくれてるんですよ。そうですね。それがないんで。はい。おっとー。なんか押さえるもん。です。熱くないですか、大丈夫ですか。ちょっと触ってみますけど、いや、めっちゃ熱いと思います。熱っ。すっごい熱い。今回のお弁当のこだわりポイントは何ですか。はい、これね、もうそのまま冷たい状態でも実際食べれるんです。はいはい。でもまあこれ一回グッと引っ張って温度めちゃくちゃ温かくなって、はい、出来たてのすき焼き弁当食べていただけるっていうのがまず1点。はい。で、2つ目はね、香りって食欲そそるじゃないですか。そうですね。で、やっぱりこのトリュフの香りが一番美味しい季節なので、はい、トリュフオイルを出したっていう。はいはいはい。で、3つ目、シェフが作ってるものなんで、はい、味だけじゃないんですよ。実は技術がこんなにめちゃくちゃ詰まってるんです。詳しくはですね、僕の YouTube の中のお肉を柔らかくする酵素がキノコの中にあるっていう風味があるんですけども、はいはいはい、それを使ってるんですね。お肉自体が温度を上げるとまたふわっふわに戻ってくれるんです。おお、うまそうですね。で、ふわっふわになってるこのお肉を食べてもらいながら、はい、トリュフの香りと買ってきたお家にある卵とこうつけて食べるってこと、どう。このだし、はい、割り下とかも本当こだわって作ってるから。お、砂糖、醤油、塩、はい、みりん、酒ですよ。素晴らしいですね。これ関西風で作ってます。関西風、はい、準備できてきました。卵自体もなんですけど、これ食べるときコツがあります。はい、卵ってですね、卵黄と卵白のこの周りに酵素があるんですね。はい、なのでここ体あるじゃないですか。はい、この体をつまむようにして、はい、こうやってこの酵素を剥ぎ取るんです。すごいです。こんな感じ。これ一体何が起こってるかっていうと、はい、ほら、卵黄と卵白がバラバラになった。あ、すごいですね。そうすると酵素がもう阻害しないんで、卵黄と卵白の旨味がそのまま残るんですね。へぇ、知らなかったです。卵白を混ぜてあげると、はい、この酵素が死んでくれるので、あとはもうゆっくり緩やかに割ってあげると、はい、一番美味しい卵が出来上がる。おー。さあ、ということで、ご会場いきましょうか。はい。うわー、なんですかこれ。すごいな。いきます。はい。いいよ。じゃあ早速ですけど、卵を乗せるところ、はいはい、真ん中ら辺にちょっとくぼみ、はい、あっ、めっちゃ湯気出てる。おお、ここに卵を入れます。うわー、完璧や。
たまらないですね、これ。たまらん。じゃ早速いただきたいと思います。はい。どんなんやろう。うわ、しいたけもめっちゃええよ。こっくり湯気上がってる。いい色してますね。やばい、ネギも最高。おいしい。こっちまですごいシャキシャキした食感が聞こえます。はい、聞こえます。あ、おいしいこれ。うわ、どうですか。めっちゃうまい。でもこれで終わりじゃないんで、何か忘れてませんか。あれですか、トリュフオイル。正解、天才ですよね。そうなんです。ここで温めてあったトリュフオイルの登場です。おー、ということでトリュフオイルを開けて、はい、トリュフオイルをここにまんべんなく溶けます。うわ、どうですか香りは。なんですか。秋の実りか。すっごいですこれ。うわ、うわ、うまそうです。いかがですか。これすごいから、ほんとお米も食べてみて、それ付け合わせのそれも食べてみて、どう。ですかこれ。めちゃめちゃうまいんですよ。ほんますごいな。すごいですよ。これ誰考えたんですか。俺。これね、いろいろ考えたんですけど、俺これ漬物にしてもらったんですよ。たくあん食いたいなと思って。すき焼きにたくあんって珍しいんですか。いや、合うんですよこれが。へぇ、関西で結構合わせるんですよ。あ、そうなんですね。あの、これもしご自宅で作られるときはですね、舞茸を使ってください。舞茸を砕いたその酵素をお肉に1回染み込ませて、そうするとふわふわになりますから。はい、そこに砂糖、醤油、塩、みりん、酒、いわゆるそのすき焼き、バリスタみたいな、はい、作ってもらって、それパッと炒めてもらってですね、はい、で、お米、炊きたてのお米に、はい、しいたけと、あとはね、たくあん出してください。はいはい。で、そのたくあんに最後そのトリュフオイルです。これね、成城石井とかで売ってます。で、あと卵です。はい、これで自宅でもできると思いますが、ぜひよければ、どっかで見た時にはですね、その森田隼人のすき焼き弁当、はい、やっと引っ張るタイプですね。はい、ぜひ召し上がっていただけたらと思います。こんなん宣伝になっちゃいましたけれども、あの、もっと美味しいお弁当を作って、はい、このクロス様はね、こう限定の人しかなかなか来れないんで、はい、ご予約待ってるんで、僕のお料理食べていただける機会が少ないんですけれども、はい、ぜひ全国の方々に食べていただけるように、こういった美味しいお弁当も皆様に食べていただける機会を作っていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。